短距離走設置のスキルをマスターしていこう。どうもこんにちは、スプリントコーチの川瀬です。皆さん陸上部員の、短距離走練習しているとですね、設置を意識しろとかですね、設置を大事にしろ、そして設置を練習をしていこう、こうやって言われたことありますよね。もしくはですね、今の感覚どうだった、今何を意識したと選手に聞くとですね、今設置を意識しました、そうやって言うこともあります。ではこの具体的にですね、設置の何を意識すればいいのでしょうか。設置を意識したと言われてもですね、もう少し奥深いところまでですね、踏み込んでいく必要があるわけですよね。この設置、つまり足がね、地面につく瞬間とかですね、この地面についている間なんですけども、ここのスキル向上っていうのがですね、めちゃめちゃ重要になってきます。なので間違った意識とかですね、間違ったスキルをですね、発揮してしまうとですね、いまいちこのトップスピード向上につながってこないかなと思いますので、これではね、もったいないですよね。今回はこの設置のスキルについてですね、お話をしていきたいと思います。この設置中にですね、何を意識すべきか、そもそもどんな技術発揮が求められるかどうか、そして具体的なね、練習の方法までですね、解説をしていきたいと思います。なので皆さんの中ですね、設置が大事なのは分かっていても、何を意識すればいいか分からないとかですね、どんな練習をすればいいか分からない、100メートル走のですね、タイムを上げていきたい、そういった方はですね、ぜひ動画最後までご覧いただいて参考にしてみてください。このチャンネルでは陸上競技の短距離走を中心にですね、速く走るための練習の方法とかですね、理論、考え方、このあたりをね、配信しておりますので、チャンネル登録をお済みでない方はしていただいて、別の動画もね、ぜひチェックをしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではまずですね、具体的にこの設置とは何かというところからですね、お話をしていきたいと思います。これ皆さん説明できますかね。設置なので地面に接すると書きますね。何かというと足になってきますね。つまりですね、走る中で設置をしていくということは片足ずつになってくるかなと思うんですけども、この地面についた瞬間とかついている間、これが設置というわけですね。で、なぜこの短距離走においてですね、この設置が重要かというとですね、このスプリントのミッションとしてはですね、まあ、ゴール地点まで自分という物体を早く運んでいくという競技になってきます。つまりですね、まあ、いかにスピードをね、乗せる、加速させてですね、自分の持っている最大スピードを発揮して、ゴール地点までのタイムを短縮することができるかというところがね、重要になってくるわけですよね。で、この加速させるとかですね、スピードを維持させるというところで、地面に足がついている瞬間のみしかですね、自分を加速させる、そういったことって難しくなってきますよね。空中でいかにですね、もがいたところで何かにね、触れることはね、できないかなと思いますので、地面に対してどういったスキルを発揮したか、そして地面から反発ですね、もらってですね、前への推進力に変えられたかどうかというところですね、まあ、短距離走の加速力、そしてトップスピードを出していくこと、トータルとしてはゴールまでたどり着くタイムを短くしていくこと、ここにつながってくるわけですね。ではこの設置についてもう少し詳しくですね、紐解いていきたいと思います。設置といってもですね、設置の前期、それから設置の後期とあります。まあ、ごくごくね、一瞬の動作になってくるんですけども、細かく分けるとですね、まあ、設置前期、前の方と、あと後期ですね、後ろの方ですね、これに分けることができるわけですね。設置前期というのは、足がですね、前に振り出てきてですね、地面を捉える。そしてここからですね、自分の重心、おへその少し下ぐらいになってくるかなと思うんですけど、この重心がその足の上に乗っかると。ここまでが設置前期になってきます。設置後期というのはここから先ですね、重心が体の前に移動してきてですね、地面を離すところまで。なので設置と言ってもですね、まずグッと重心を乗せていくところ、この設置前期。それからですね、体を進ませてスムーズにリチといってですね、地面を離すところまでですね、これが設置後期。この前期後期のスキルによってですね、成り立っているわけですね。で、もちろん、設置の瞬間である設置前期ですね。これと体を送って地面を離すまでの設置後期では求められる技術が違ってくるわけですね。ただ単純に設置を意識しましたと言っても、設置前期、設置の瞬間を意識したのか、それともグッと体重を乗せるところを意識したのか、もしくはですね、リチするところですね、体を送って離すところを意識したのかと、まあ、この局面によってもですね、またこの技術発揮に異なってくるわけなので、まあ、それぞれですね、この後詳しく見ていくわけなんですけども、まあ、どういった意識が大事かとかですね、どういったスキルを発揮することが大事かというのはですね、理解していく必要があるかなと思います。それではこの設置前期後期とね、まあ、この設置あるわけなんですけども、これのですね、求められるスキルですね。これについてもう少しね、詳しく見ていきたいと思います。短距離走の最大のミッションというのはですね、地面にいかに大きな力を加えられたかっていうところが
ポイントになってきます。力がね、大きくね、加えられた分、地面からポーンとね、跳ね返ってくる力もちろん大きくなってくるわけですよね。で、これを前に進む力に変換していくことでですね、加速していく、トップスピードを出していくということにつながっていくわけです。それでは、設置の前期、それから後期に分けてですね、必要な技術ですね、これについてお話をしていきたいと思います。まず、設置前期なんですけども、一つ目としては、真下設置というところになってきますね。これ皆さんよく聞かれるかなと思います。体の真下ぐらいに足をついていきましょうねという技術になっていきます。つまり、体からですね、遠い位置についてしまうと、どうしてもね、この位置に対してですね、力を大きくかけていくのって難しくなってきますよね。なので、体の近くに設置して、素早く体重を乗せていく、重心を進ませていくっていうスキルが求められます。なので、体のね、近くについていく、真下設置、体の真下についていくという表現をされるわけですね。でも、実際のところですね、前方に進んでいる上で自分の重心の真下にね、ついてしまうと、足は後ろの方向に持ってかれてしまいますので、正確には重心の少し前に設置していくと。体に近いところに設置するっていう表現がですね、一番正しいかなと思います。で、設置を意識しましたとかですね、設置のスキルというとですね、ここの真下設置のところをですね、思い浮かべる方、そして意識される方っていうので一番多いかなと思います。まあ、つまり最重要項目の一つになってくるわけですね。地面につく瞬間、どこについたかどうか、素早く乗り込めたかどうかですね、重心が進ませたかどうか。このね、技術ね、とっても大事になってきますので、後ほどね、練習の方法は紹介をしていきたいと思います。またですね、真下設置に関してはこちらの動画などね、配信しておりますので、詳しくね、もっと勉強したいよとかですね、練習の方法を知りたいよという方はチェックをしてみてください。それから二つ目のスキルとしては乗り込みというものですね。これも聞いたことがあるんじゃないかなと思います。地面についた地点に対してですね、自分の重心をぐっと進ませていくというところですね。先ほどお話しした通り、体の真下、重心の真下につくわけではありません。少し前についてですね、その位置に対して重心を素早く進ませていく。これが乗り込み動作になってくるわけですね。なので、地面に対して力を発揮していくんだけども、一番力が発揮させやすいポイント、つまり重心の真下ぐらいに素早くね、進ませていくという。ことになってくるわけですね。で、もちろんですね、重心を進ませていくんですけども、ここで意識したいポイントとしては、誘脚、空中にある方の足になってきますよね。この誘脚が遅れてしまうと、まあ、設置点に対して重心がね、素早く進むことね、難しいかなと思いますので、素早く誘脚をですね、シザースといって、左右の足が入れ替わるような動作を出していくと、まあ、この乗り込み動作というのはですね、高いね、技術ね、発揮することができるかなと思います。この練習方法もね、後ほど紹介をしていきたいと思います。で、皆さんの中にもですね、この誘脚が遅れてしまう、まあ、よく足が流れるという表現がありますけども、まあ、設置している支持足に対して誘脚側の膝がですね、遠い位置にある場合ですね、よく流れたという表現をされますよね。まあ、この足の流れに関してもですね、こちらの動画などでですね、改善方法をね、紹介しておりますので、足の流れもし気になる方いらっしゃいましたら、こちらもね、合わせてチェックしていただくと理解で深まってくるかなと思います。はい、次、設置後期のスキルですね。こっちも2つに分けてお話をしていきます。まず1つ目、グライドですね。先ほど設置前期では乗り込ませるところまでね、お話をしましたので、こっから先ですね、支持足、地面についている方の足の股関節がぐんと素早く進展して、自分の重心が前に進むと。これね、グライドって言いますね。こちらの動画で後方スイングスピードをお話をさせていただいたんですけども、何の後方スイングスピードかというと、足全体。つまり股関節が早く進展、伸びる動作が行われるとですね。まあ皆さんその場でね、立っていただいてね、やってもらうとわかるかなと思うんですけども、股関節が伸びると重心が前に進むと。で、この股関節の伸びるスピードが上がれば重心の移動スピードが速いイコール速く走れるということになってきますので、この設置後期に関してはですね、その後やってくる対空期ですね、地面から足が離れて体がポーンと前方向に飛んでいくと、これの勢いにね、繋がってくるね、直接的なね、部分になってくるかなと思いますので、このグライド動作っていうのをですね、マスターしていきましょう。それからもう一つとしてはですね、リチですね。まあこれ設置のスキルというよりは、まあリチなので地面を離すところになってくるわけですね。で、ここではエラーとしてですね、この設置を粘りすぎないよ、長くつきすぎないよってことが挙げられるわけですね。なので体をしっかりと進ませることができたら、そこから先ですね、例えば膝をピョンと伸ばして設置時間がね、長くなってしまうとかですね、力の方向が上に行ってしまうようではですね、なかなかトップスピードの向上ってね、結びつかないかなと思いますので、正しい位置に設置する、素早く乗り込ませる、後方スイングで重心を進ませるまで来たらですね、素早く離してあげると。そうすることで次のですね、サイクル、反対足の設置に向かうことができるわけですね。なので設置を粘りすぎないよう、リチのところですね、この技術を高めていくよっていうところがね、大事になってくるかなと思います。はい、ということでここからはですね、具体的なこの設置中のですね、スキルアップをしていく方法をですね、今日4つだけ紹介したいと思います。まあ、もちろんですね、各スキルですね、真下設置、
はですね、乗り込みのところ、それから後方スイングのところ、それからリッチのところ、まあ、このね、練習していくね、ドリルってね、たくさんありますので、僕のね、他の動画もね、チェックしていただくといいかなと思います。今日はですね、まとめてですね、この設置前期後期のスキルをアップしていくにあたってですね、まあ、特に大事だな、スキルアップできるなというものを4つだけね、チョイスさせていただきますので、もし、ちょっと時間がなくてですね、効率よく設置のスキルアップさせていきたいとか、普段のドリルをですね、構成していきたいという方はですね、参考にしていただくといいかなと思います。まず、一つ目、大事な練習としてはですね、リバウンドジャンプですね、アンクルホップがいいかなと思います。こういう、ジャンプ系のですね、練習というのはですね、素早く弾んでくると、跳躍を高さも出してですね、設置時間短くしていくためには、必ずですね、自分の重心の真下ぐらいについていく必要があるわけですね。なので、アンクルホップでもいいですし、あとはハードル並べてハードルジャンプでもいいんですけども、まあこういったものをですね、滞空時間長く、設置時間短くで行っていくことで、まあ自分の重心の真下を捉えていくっていうスキルですね、アップさせやすいかなと思います。なかなかね、走っていく中でですね、体の近くについていこうとか、あとは重心の真下ぐらいね、捉えていこうっていうのね、意識するの難しいかなと思いますので、ジャンプ系の練習でまずはマスターしてみてからですね、走りに変換していくとね、いいかなと思いますので、まずこれがね、一つ目、大事な練習として取り上げさせていただきました。それから二つ目の練習の方法としては、スキップですね。スキップというのは2回地面をですね、叩く間にですね、重心を進ませていくようなですね、王道スプリントドリルになってくるわけなんですけども、まあ、お子さんからですね、できるようなシンプルな動きになってくるわけですね。で、ただ、楽しみながらね、スキップやるわけではなくてですね、足が出たところに重心を素早く進ませていくよと、腰をね、乗せていくよと、そんな意識でね、やっていただくといいかなと思います。僕がよくやるのはですね、マークスキップですね。マークを例えば6足長で置いてですね、そのマークの隣に足をついていくようなスキップですね。で、このマークの間隔をだんだん広げていくわけですね。遠くにしたからといって、足だけ先に行っちゃうのではなくてですね、自分の重心が進ませるようにですね、意識してもらうというものですね。なので、チャレンジしてみるといいかなと思うんですけども、10足長でもうまく設置点に乗り込むことができる。もう少し上げてですね、12とかね、14とかでもですね、うまく進ませることができるようになってくるとですね、今日設置前期のところの2番目に上げさせていただいた乗り込みのスキルですね、ここのね、アップにつながってくるかなと思いますので、そういったスキップからスプリントにね、切り替えてもらうのがね、非常に効果的かなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、それから3つ目のスキルのね、トレーニングとしてはですね、同じくスキップの練習になってくるんですけども、スイングスキップですね。なので、足のこの振り下ろしの動作ですね、強く設置をしていきますよ。そしてその後のグライドですね。股関節が伸展して重心が前に進みますよってところをね、意識していきたいので、このスイングのね、動作をね、強調したスキップをやってみましょう。わかりやすいのはね、片足ずつやってみるといいかなと思います。スキップのリズムで、片方の足ね、高い位置から自分の真下ぐらいを素早くね、捉えてですね、スイングしていくわけですね。で、このスイングのところが速くなってくると、まあ、自然に誘脚ですね、反対の足をポーンと前に出てくるのがね、わかってくるかなと思います。なので、地面をね、捉える瞬間、ここを速くという意識でね、やっていただくと、素早く乗り込む動作、その後の体が前にポーンと放り出されるところですね。この意識のね、獲得、感覚の獲得につながってくるかなと思います。なので、スキップのリズムで、右足高いところから体の真下ぐらいを捉えていくと。まあ、この時に腕振りもね、同時にですね、強く振っていただくとですね、地面に対して大きな力をね、加えるアシストになってくるかなと思いますので、腕振りもね、強調してもらうといいかなと思います。まあ、左右やってみるとね、ちょっと苦手な方とかね、出てくるかなと思いますので、そっちをね、重点的にやっていただくといいかなと思います。それからラスト4つ目としては、ギャロップですね。タターンタターンのリズムで、前に進んでいくようなね、まあ、片足のね、スピードバウンディングともね、呼ばれるようなですね、練習の方法になってきます。まあ、よく跳躍選手などもね、やる練習の方法ですよね。で、これをですね、僕たちはスプリンターで前に進みたいので、水平方向に速いですね、スピードギャロップね、やっていただくといいかなと思います。なので、タターンで前足がですね、膝が折りたたまれた状態で空中に放り出されると。その時にですね、後ろの足はですね、しっかりと地面を押し切ってですね、空中の時間を長くしてあげるというものですね。なので、これはですね、まあ、重心を移動させるグライドのところからですね、まあ、その設置を粘りすぎないリジのところ、ここの練習に、ね、なってくるかなと思いますので、少しね、リズム、それからですね、動きとしては難易度が高いものになってくるかなと思いますが、ぜひね、取り入れていただきたいね、ジャンプトレーニングの一種になっております。ということで、リバウンドジャンプ、それからスキップがね、2種類で、ギャロップとね、上げさせていただきましたが、まあ、今日のね、設置前期のスキル、それから設置後期のスキル、このあたりはですね、まとめたものになってきますので、まずはリバウンドジャンプなので、体の真下を捉えていく。そしてスキップで乗り込みの動作、そしてギャロップを使ってですね、後方へのスイングスピードを引き上げていく。体が空中にポーンとね、放り出されるところの感覚を磨いていくということでですね、コンビネーションになっておりますので、ぜひね、いろいろね、組み合わせてね、ドリル組んでいただくといいかなと思います。
はい。というわけで今日はですね、設置のスキルですね。何が求められるのか、どんな感覚をね、磨いていけばいいか。そして具体的なね、練習の方法についてお話をさせていただきました。まあ、設置と言ってもですね、細かく分けていくとですね、まあ、設置前期後期と。で、その求められるね、スキルね、いくつかあるわけですよね。で、この設置時間というと、トップスピードに乗った後で、まあ、一流のね、選手で言うとですね、まあ、0.1 秒ないわけですよね。なので、ごくごく短時間で、まあ、そのスキルをね、発揮していくということで、まあ、やはりね、高度なスキル練習、そしてそれを反復して、試合の中で自動化する、発揮していく、こういったことを求められるわけなので、ごくごく単純にですね、設置を意識したと言ってもですね、なかなか難しいことになってくるかなと思いますので、今日ね、紹介した練習ね、一部になってきますけども、なぜ設置が大事か、そして設置中に求められるね、ミッションについてですね、頭を理解していただくことでですね、まあいろんなね、練習ね、よりね、質が高いものになってくるかなと思いますので、ぜひね、トライしてみてください。それではまたね、皆さんの質問やですね、動画のリクエストありましたら、コメント欄、もしくは LINE の公式アカウントからですね、直接メッセージをいただければ嬉しいです。まあ、いよいよですね、シーズン後半になってきてですね、試合数もね、少なくなってくる頃かなと思うんですけども、まあ、後半シーズンで、ね、まあ、来季に向けてね、弾みつけていくために、スピードアップね、タイム向上、こういったことね、目標にされている方多いかなと思いますので、まあ、そのあたりのね、課題解決するためにもですね、少しでもお役立てれば嬉しいです。それとね、全国のね、アスリートの皆さん向けにですね、オンラインのサポートなどをね、やっておりますので、こちらも気になる方はね、ぜひチェックをしてみてください。ではまた。